眼下には北上川、そして田園地帯が広がっています。天気がいいとここから岩手山や早知根山も望めるそうですよ。この素晴らしい眺望の中に双子鬼剣梅は誕生しました。それは今から50年前のこと。民族芸能の歴史としてはまだまだ浅い方なんです。及川さん、よろしくお願いします。よろしく、はい。双子鬼剣梅を始められたきっかけっていうのはどういったところだったんですか？若い頃、まあ中学校とかあたりのね、時にうちの方の鬼剣梅をやったんですよね。そしてだいぶみんなに喜ばれて踊ってきたもんだから、今度双子に様子に来て、して見たら鬼剣梅と離れてしまうんで、悔しくて悔しくて、なんか夕方になれば実家の方から太鼓の音が聞こえたりね、笛の音が聞こえてきたりして、とずっと知られなくなってね、で降臨では俺はダメだっていうことで、で自分でやってみるかなっていうことで双子鬼剣梅を始めたわけです。でも始められた時結構苦労なさったんじゃないですか？やっぱり苦労はね、よそ先です。世話になるんだから、しっかりした勤めをしないながら、仕事と鬼剣梅を育てる育成する苦労はね、重なったもんだから、やっぱり人並みじゃねえってね。どのようにして双子鬼剣梅を作っていったんですか？作り上げていったんですか？人の集みは、この付近の仙人たちね、仙人たちがやらべえっていうことになって結束したもんだから、その身は非常に楽だったけれども、またお知るのはたった一人私だけだから、太鼓を一晩やって、次は笛の稽古を一晩やって、次は踊り栄えって踊りをやって、一晩やって、そうすると鳴らす人は3日に1回ずつなんだけれども、私は毎晩やらねばなくてね、で絡んださ、やっぱり答えができて身を壊したりして、やっぱり苦労しました。そんな風にして始められた双子鬼剣梅が来年で50年を迎えるそうですね。あっという間ない感じすんだけどもね、やっぱり50年ずつ年月をずっと長く耐えてこれだね、とつの若い人の力だと思うし、私もそれなりにみんなに答える勉強して教えていかないのやったからね、頑張ってきました。この50年頑張れた秘訣は何でしょうね？やっぱり一番秘訣するのは、心の中に好きだっていうものがねあったからじゃないですかね。じゃあもう一回ね、もう一回最後のところ、はい、もう一回聞こうか。せっかくいいとこだったんで。今カラスがですね、ちょっと邪魔をしまして、及川さんの素敵な声がですね、カラス追いにくしっくりだから、そうあらら、あとね、その双子その神さんの、はい、最後のは最後に、はい、お願いします。双子鬼剣梅の特徴っていうのはどうなんでしょうね、どのようなところでしょう？ちょっと難しいんだけどね、民族芸能というのはやっぱり普通は大概の芸能保存者は古いものを正しく真面目に後世さを伝えていくと、それが伝承芸能だという
考え方なんですね。それでそれと違った私の考えを取り入れて来たのが双子に決めになるんだけれども、私は古いものは古いものとして習っていくと、しかしそれにバカじゃなくて新しいものを取り入れた魅力のある今のお客さんたちに 見て楽しんでもらえる感動する踊りを加えて作っていくべきだ。私そういう考えなので、双子の特徴で言えばそれくらいのもんかなと思ったらね、してるんだよね。地域での伝承活動も結構門戸を開いてやっているようですね。ええ、道場を開いてね、道場に稽古を1週間に2回とか集まってして練習をやって、後継者を教えてね、そして今やってますけどね。及川さんがこの50年頑張ってこられた秘訣っていうのは何でしょう？やっぱり一番よく言えないけれども、心がしっかりしなきゃダメだっていうことがあるんで、応仁剣舞の心っていうものを勉強して胸に積もってるからね、それんじゃないかなと思いますね。及川さんにとって鬼剣舞とはどんなものですか？ちょっと難しい質問なんだけれども、鬼剣舞というのは世の中を良くするよっていう鬼剣舞の歌があるわけですね。世の中を良くするよとする、それを唱えながら世の中を知って、そして自分生きていくっていう、これが鬼剣舞の願いでもあろうし、それからやる人のやっぱ魅力にもあるんだなと私は思いますね。